はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4、続きやっていきます。ローカンレンガ工場を襲撃。めちゃめちゃに襲撃した後。さて、今あるクエストが、ウィリスっていう人物と、あと、ゴールデンパスミッション。ウィリスって人聞いたことないんだけど、どっかでやったっけ？とりあえず、まんべんなくサブクエストをやっていきたいので、ウィリスって人のとこ行ってみようかな。すぐそこ。行ってみよう。小競り合いやってる。こんなとこで小競り合いやってる。バカ者。よし。あ、違う違う違う。物色。あれ、仲間もみんな死んじゃった。ね、これはいいとして、ウィリス、エイリーゲールか。ああ、ゴールデンパスを創立し暗殺されたモハンゲールの息子だ。母と共にアメリカで暮らし、彼女の遺言に従ってキラットにやってきたんだ。誰なんだ。空港への着陸を手伝ってくれたら正体を明かしてやる。空港？俺が手を貸す理由は、お前の役目は悪者たちと戦い撃ち殺すことで、あれこれ質問することじゃない。お前がきちんと手伝ってくれれば、それだけ早く本来の戦いに戻れるんだ。それにお前が欲しがる情報もある。ん？おい、聞こえるか？まったく。フリーウィリス、あ、つまり黙って働けってことだな。空港といえば、この唯一こっちの領地でなんか治安が悪そうな地帯があったんだよな。ここのミッションか。ここに近づけと、潜入しろ。ならちょっと一回こっちにパストラベルしよう。で、ここに、あ、これがあるから、これで上から近づこう。離陸。え？逃げ場はないぞ。よし、空港付近まで来たけど、たびたびここを見てたりしたんだよな。ここの上に登っちゃおう。高度限界が来たので降りる。あ、いていていて。さあ、そこか。とりあえずこう下降りよう。よいしょ。ここにはまだいないか。空港に着いた。空港、あ、いるな。上空からスナイパーを確認した。スナイパー、あれは俺たち共通の敵だ。バガンの手下を消せば空港を制圧しやすくなるし、ゴールデンパスのためにもなるぞ。わかった。もう一つ、サンフランシスコに住む共和党員並みに目立たないように注意してよ。あ、違う違う違う。とにかく気づかれないようにしてくれ。後で司令官と会う予定だが、こちらが奥の手を用意しているとは相手に知られたくない。終わったら連絡するんだぞ。つまりステルスでやれってことだな。司令官ってどれだろう。あれか、警戒させてはいけないってことは殺したらダメか。なんかすぐそこから声したんだけど。スナイパー、これここにいるんじゃないの、これ。あ、足首、はい。右足首。よし、これスナイパー一人やった。さあ、あのスナイパーをこのスナイパーで。ここ。よし。このスナイパーライフルはサプレッサーはついてないか。さて、とりあえずもう敵はいないんだな。あのスナイパーたちをやんないとな。こっち行ってみよう。
そこの上のスナイパーをテイクダウンできるんじゃないか。はしごで登ろう。こっちは向いてない。いけそうだな。テイクダウン。このまま引きずって、こっちに隠そう。弾薬があるな。いただいて、いただいて、いただく。そこの彼らには手を出さない方がいいな。警報器があるな。警報器くらいなら大丈夫だろう。ミスった。嘘。警戒を解いて。解いた。あのスナイパーやれそうだ。ヘッドショット、あくまでスナイパーの大事だから。あいつやれるかな。あっ、ノー。ここ、よし。もう一人どっかにいるのか。違うって、これだ。スナイパーじゃない。スナイパーあとどこにいるの。スナイパーがいない。そろっとこっち行こう。スナイパー、あれか、いた。これぶっ壊そう。こっちに敵はいない。スナイパー見えないな、こっからじゃ。あ、仲間や。死んでる。探ります。ハンカチゲット。こっち行こう。向こうにはしごあるな。これ登った瞬間敵がいますとかはないよね。そこの上にいるんだな。どっかにはしごはあるだろうか。階段があった。陛下は家族を犯罪、石ころ、石ころ。そこじゃない。なんでもない。うまくあっちに行ってくんないか。はい、ミン様のために。お、あの下。何も来てない。オッケー、よし、着陸できる。スナイパー始末した。でかしたぞ。これから着陸する。管制塔に登れ。着いたら連絡しろ。管制塔？これ？ベストロケーション。
シェイカーを警戒させるな。うん、ここじゃないのか。位置についた。そこから援護しろ。お前と会う前に。あれか。雲行きが怪しくなったら合図を送る。合図って。レーガのミックスと言ったら悪党が全員死ぬまで銃を撃ち続けろ。レーガのミックスだな。なんだって。救援できそうにない。このチャンネルはオープンにしておくが、音を立てるなよ。神経質なやつだから余計な邪魔はごめんだ。いいな。ウィリス、わかった。よし、行くぞ。今カメラしまいないな。大丈夫か、ウィリス。頼まれた品はここにある。プラン変更だ。あ、なんだって。プランの変更だ。ユマのところへ連れて行く。冗談だろ。何を今さら。話が違うぞ。お前も飛行機も足止めだ。ユマのところへ連れて行く。やばくないか。おい、ちょっと話し合おうぜ。問答無用だ。悪いな。約束は約束だ。このやり方はアメリカ人には通用しない。つべこべうるさい。レーガノミクスって知ってるか。アメリカの財政を安定させた優れた経済政策。待てよ。ユマは連れてこいと言っただけで生きたままとは言わなかったぞ。ウィリスを守れ。とりあえず司令官だ。うっ。攻撃を受けてる。失敗。うっ。だから悪い奴らが接近中だ。ウィリス大丈夫か。はい。うっ。奥にもう一人いるぞ。ウィリス、ここからじゃ撃てない。おっ、よし。そこにいるぞ。グレネード、ミスター。はっ。リロード。待てよ、シグネチャー。よし、待て、接近戦だ。リロード。ウィリス、よし、グレポン。東、グレポン。よし、グレポン最強。車両はすべて廃車だ。山の方から敵が攻めてきたぞ。山、いた。これは無理だ。グレネード、よし、よし。最悪だ。ヘリまでいるぞ。ヘリ、あれか。うん、よし、完璧。あれ、まだいる。よし、まだいるな。リロード、まだいる。あそこにいるな。待って、 RPG 治療入れてて。警報器を鳴らしたな。バカ者、弾がない。リカブを当たんない。待って、弾がない。危ない。治療、建物内に隠れる。よし、弾を拝借、武器を拝借。リロード。 RPG が狙ってる上から。ほら、まだいる。
あれ？よし。リロード。爆発音と銃声が聞こえなくなったってことは、うん、したようだな。倉庫まで来い。ようやく顔を合わせられる。ここがインタラクト。25年もやってるが、ここの匂いが便所の匂いか絶望の匂いか判断できない。何も匂わないぞ。この格好しっくりこなかったな。あんた誰だ？なんだ？中身はアメリカ人で使えそうな外見、羊飼いの格好をした狼だ。前の任務で面倒を見たカリフォルニアのボンボンより全然マシだ。まあ強いて言えば、お前ら二人とも愛国者ってとこか。国家が流れたらすぐ胸に手を当てるタイプのな。使えそうな外見。ラングレーの捜査官ウィリス・ハントレーだ。ラングレー、試合。親父さんの殺害についての情報はあのファイルにある。ファイ？離陸寸前のあれの中だ。え？くそ。おい、これを持っていけ。パラシュート。よ、あの飛行機 ATV 乗ってこれ追いつけんのか。 ATV 飛行機、待って。よっしゃ、やってやる。ジャンプ、ウィングスーツ、ウィングスーツ、待てよ、ウィングスーツ、これを繰り返す。よし、開けていただき、で、グレネードを見上げ、入った。あ、ウィングスーツ。よし、なんかよくわかんないけどゲット。どっか降りよう。よいしょ。なんだよこれ。 AJ、 ファイルは手に入れたか？これじゃ何もわかんねえよ。え、わかんない。機密事項だ。もっと知りたければ黙って手を貸すんだな。そしたら黒塗りを減らしてやる。わかった。どんな仕事だ？俺の目的はパガンとユマを引きずり下ろすことだ。ここの人間では無理みたいだしな。お前らゲリラ戦が得意な人種じゃなかったか？お前らだ。ゴールデンパスのやり方では到底勝ち目はない。だから俺が正しいやり方を教えに来た。まずは空港を手に入れる。次に AJ ゲールをリクルートする。つまりお前だ。準備ができたらまたここで会おう。ただしこのことはゴールデンパスに言わなくていいぞ。あいつらには知らせる必要のないことだ。じゃ、申し訳ないがトイレに行くんでひとまず失礼する。なんだこりゃ、穴掘ってあるだけかよ。フィリス、とりあえずは協力はしてくれるという CIA の人物か。もう一回フィリスのとこ行ってみようかな。え、ここ空港か。行ってみよう。一応確保したことになるのか、空港は。フィリスはここか。ん？あ、こっちか。あ、いた。ウィリスさん、乗れと。こんなのクソの役にも立たない。お前アメリカ人だよな。ノックぐらいしろ。元の資料はどこだ？言っただろ、俺のために働けば働くだけ黒塗り部分も減っていくって。さあ、乗れ。少しだけ教えてやる、手付金として。よし、話してみろ。親父さんを採用しようとして初めて会ったのはティルタのボロ酒場だった。当時はまだパガン民の下で働いていて、情熱と野心にあふれていた。民がキラットの皇太子を殺した時、この国はとんでもない方向に進み始めた。え？いや、よく心配するな。この仕事が終わったら洗いざらい教えてやる。ヒマラヤ山脈。
袋さんは避難を背にキラットを離れた。だが人々はユマに先導されたらしい。すべての鍵はユマが握っている。一体何者なんだ？彼女はパガン民のナンバー2だ。パガンと一緒に香港から流れてきた。トライアドとつながってる。聞いたことあるか？あるよな？もちろん。で、ここで何を？まずはユマの拠点にいる士官だ。始末しろ。ユマに相手してもらうのはそれからだ。降ろされた。よし、とりあえずパガンの右腕的存在の女、ユマの手がかりを掴むためにとりあえずその副官を見つけて倒すと。ヒマラヤ山脈に来たな。索敵何も見えないな。赤足修道院。あ、いてていて。標高 7500m。 あ、今弓ないんだった。武器整えればよかった。どうしよう、投げないしかない。あ、いるな。たくさんいるな。可能な限りドンパチはしたくないんだけどな。ヘリの音するけど。わあ、いるな。ちらっな、一発で死なない。よし、ドンパチでいくか。よし、いて、すげえ痛い。スナイパーか。こっちにもあるんだ、スナイパーは。よし、あそこか。よし、そっか、ここは警報器なんてないか。機銃があるな。よし、で、あなたにはグレネード。当たってない。リロード。ちょっとあいつ倒せばいいのか。テイクダウン。よし、なんとかなった。そんでウィリス、ユマの副官をやった。本当にターゲットをやったのか。本人だとどうやって確かめる？そいつの写真を撮って。写真か。ちょっと きれいに置いて。弾むな、弾むな。すげえ格好してんな。写真撮らせてもらいますよ。残念だが違う。え、その男じゃない。ターゲットはユマの元で遺跡発掘の指揮をしている。もっと上か。このエリア内で掃除や皿洗い担当じゃない、重要な任務についていそうなやつをすべて片付けるんだ。問答無用で始末するのがアメリカ人らしいやり方だろ。終わったら連絡しろ。とことんウィリスに使い回されてるな。もっとこの先か。もう一人いるのか。連続テイクダウンいけるか。とりあえずこいつ倒して。近くにいないのか。この中、よし、そこにもいるな。あ、登った。頭、よし、見られたが
スナイパー、よしよし、ダブルヘッドショット、まだ来てるな。レイトクダウン、隕石持ってるよし、もうちょっと上か。こんなヒマラヤの高いところに砦でインタラクト、チェックポイント特定しろ。おーっと、いるな。あ、はしごある。可能な限り捨てんなとこれ。お、弓があった。なんとちょうどいいところに。で、ちょっと AK と交換して。だけどこれあれか。あ、そっか。シグネチャーとは交換できないのか。これ古い時の意味だな。誰もいない。その中にいそうだな。とりあえずどうしようかな。こっちも出れるならぐるっと先に進んでみるか。あ、出れない。はい、あ、硬いな。もう一人いるのか。よし、当たんね。よし、もう気づかれてんな。やるか。よし、なんやばいやばい、はい治療、そうだ、 AR がない。AR 交換。ヘイリーがいるのか。あれか、待って、グレーダーを捨ててる。なんかロケット撃ってきてる。はい、よし、あ、いでいでいで、治療。うわ、爆発。リロードして近づけないな。よし、迫撃砲を倒した。どこにいる。あれか、で当たんね。よしよしよし、この一発を、よし、リロード。ん、いた。おお、撃ちた。よし、あ、時間かかった。お邪魔、あ、入れない。中はこっちか。ん、あ、あれか、これ副官もしかしていつ倒してた。
鍵。死体から鍵を入手した。ご褒美はないぞ。司令官を倒したら連絡しろ。こんなのか。ん？地下？洞窟。深いな。どこにいる？狙われてる。一旦離れるぞ。な、待てよ。どうやって逃げろったんだ。そう怒るなって。後で迎えに来る。ウィリスが退却。うお、気づいてないんだ。おお、すんげえポーズしてんな。あ、なんかタンクついてるな、あの敵。あれ、バーンってできないかな。もうちょっと敵と接近して。敵と接近してくんないかな。やっちゃうか。バカチロ。もう一発か。もうグレポンだ。あれ、爆発しない。よし。あれ、撃ったらバーンって爆発するとかじゃなかったっけ。リロード入れてて、上の敵をやんないとな。よし、リロード。待って、来すぎ来すぎ。治療。ポン。おいおい、こいつにはグレポンだな、やっぱ。よし、発射。解放射器か。いただき。ほら、あっち。今威力とかない。あちゃあちゃあちゃ。くっそ。おい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 。まだ倒れないか。おい。おい。当たってない。おい。よし。飛び越えて。まだいるか。まずまずまず。あちゃあちゃあちゃ。で、整えよう。治療。ほい。ほい。もう一丁。よし。ちょっと。強いな、この敵。まだ隕石。登って箱があるな。まだ先があるな。敵いない。タマゲット。まだ箱がある。登って。もう敵はいない。外だ。ユマの副官。まだ先があるのか。おお、まだ先があるな。ちょっとこれ以上やると時間が長くなりそうだから、今回ここまでにするかな。じゃあ次回
今の副官見つけ出して叩きたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。